知ってる人も多いと思うんですけど、大谷と、えー、田中みなみが電気機結婚かっていうことで付き合ってるそうなんだよね。で、大谷の方がさ、全くこの女性の浮いた話が出てこなくて、何者なんだって不気味じゃねえかっていう声が多かったんですよね。でも、完璧、あのー、防御でマスコミに見つかんないように田中みなみと付き合っていたってことが発覚しましたね。やっぱ大谷くんも人間なんですよね。で、これ見て思ったのがさ、なんかこの二人が結婚されちゃうとさ、 なんかすごいよね。上級国民のさ、カップルつがか、ベストカップルっていうかさ、なんか、キムタクと中田友達みたいな感じでさ、なんか、天下人同士みたいな、なんかキラキラしすぎだろうって思うんですよね。で、田中みなみなんかめちゃくちゃモテるし、大谷もね、めちゃくちゃその、まあ、モテるっつうか、結婚したいって人、たくさんいると思うんだよね。お金持ちだから。って考えるとさ、まあ、田中みなみ、 が、感じ悪く映るなって、あの、結論ですね。あの、オリジナルのね、藤森ぐらいで良かったんだよ。あの、可愛かったじゃん。藤森と田中みなみなんてね、アホ同士でね、付き合ったらいいのにね、大谷まで行っちゃうとね、まあ、これから先ね、あの、田中みなみは批判されまくりますよね。なら、大谷翔平じゃなくて、大谷慎二郎と付き合って結婚したらね、好感度上がっていたんだけどね、大谷翔平を選ぶところが、 あざといというかね、憎たらしい女ですよね。まあ、以上です。どうもありがとうございました。